徳富和隆大正3年5月26日は、幕末から明治にかけての日本の儒学者、官僚、教育者、徳富祖宝、徳富六家の父、奇水と合した。熊本県水俣市にある徳富家、旧宅肥後国足北郡水俣里に、総称屋の長男として生まれ、幼児には万熊、後には大野助け、大田七などと称した。和の父は、 カ島シマの皇帝で、つなぎて長荘小屋の徳富美臣。美臣は、鶴眠りと合し、日頃を訪れた、第三様にあっている。和高は1803、1845年に、横井湘南の門下となった。和高は、湘南の第一の門弟とされる。1848年に、同じ湘南門弟、矢島直明の四条である久子と結婚した。 1854年に帰郷し、1855年に足北軍最属観察に任官した。1864年に、勝海州の使いで、坂本龍馬が横井湘南を訪ねた時には数鷹も同席し、その様子を書き留めている。数鷹は、維新後の1870年に、熊本藩庁で武行所初期兼独自となって、熊本へ移り、同年中に、 竹崎律次郎と共に民生大族となって反省改革に当たった。廃藩地検を経て、1871年に熊本県展示、1872年に白川県七島出資となった後、病を理由として1873年に官職を辞した。1879年に改新統計の立場から県会議員に当選したが、翌1880年に、 病のために県会議員を辞職した。1880年、教立学者の設立に参加して官学部で教弁を取り、長男、徳富祖宝が1882年に自宅で開いた大江義塾でも官学を教えた。また、この頃、自宅の敷地内に絹織工場を設けて経営を試みた。1886年、祖宝らと共に東京へ移り、 その後は、かつ舟らとも交流を持った。1906年に、弓町本郷教会で、海老名壇上牧師により84歳で洗礼を受け、すでに、祖父をろう花はじめ多くが、キリスト教徒と,となっていた徳富家の中では最後に、キリスト教に入信した。しかし、朱子学者としての姿勢は、その後も貫かれた。墓は、玉霊園内の徳富家墓所にある。徳富の花は、 おばにあたる竹崎純子の表伝、竹崎純子において、和高についても様々な言及を残している。そこでは、横井昌男のこととして、徳富は、考えが綿密すぎて、決断が足らぬという表が記され、また、十五の年からたもとに豆を入れ加出の数取りを、しつつ短期の斧が癖に語う語うと努力したという、描写がなされている。今中はこれらを踏まえ、このように、 直上傾向でしかも取り越し苦労で、自己嫌悪の癖は、修正直らなかった年市、数高の個性の一つに時短、自己嫌悪のような内向性があったと指摘している。妻、徳富久子は、竹崎純子の妹、矢島か子の姉で、夫妻の間には三男四女が生まれた。徳富一郎は、長男、徳富健二郎は三男であり、次男は溶接した。長女、常子は、 陸軍軍人であった山川清房次女、講師は絹織物業の実業家で、和田からの東京移住後も、熊本の旧宅を守った川田誠一三女、音羽子は牧師の大久保新次郎に、四女、ウイゴは湯浅次郎の後妻に、それぞれ嫁いだ。これら子供たちが育った熊本市大江市定目の家は、徳富記念園になっている。音羽子の子に、久伏郎地味、 ウイゴの子に、湯浅八郎、湯浅十郎、湯浅ゾウがいる。ありがとうございます。